はい、こんばんは。ですね、550X の作りかけなんですけど、ちょっといろいろね、編集とかしてたら、ずっと止まったままになってます。大方ね、今、形的にはこんな感じで、サーボをね、つけた状態、まだ配線ね、束ねた状態なんですけど、はい、これから、進みます。今度はテールの部分ですね。テールのギアボックスを、組んでいきたいと思います。一番、厄介なのはその配線をね、配線の処理がちょっと厄介かな。普通にね、ただ機体を組むだけならそうでもないんですけど、でもうこれもね、仮組みされてますんで、一応ね、開けてみて、間違いがないか確認します。はい、これがどっち向きかな。多分逆さまだろうね。ベアリング、はい、でこれはもう中にネジが、締められた状態なんで、中はねちょっと見えないかな。懐中電灯はよくしょ、はい、こんな感じでベアリングの中に、プラスチックのギアが刺さっています。でそれがここにありますんでですね、特にシムは、前700かな、700よね、確かこれにシムがなんかあって、なんかちょっと、これいるのかいらないのか、いろいろ言ってました。で問題これこちらにはないみたいなんでね、おそらくフロント側も入ってるでしょう。見えないけど。入ってなかったら多分グラグラすると思うんで。はい。ということで、これは OK ということで。ここに組んでいきます。よし。で、これ間違いないよね。2箇所の2箇所の4箇所ね。今、悩んだのは、ここにもね、六角が入るような、ここにもねこういう感じで六角が入るような穴があったんで、入れ忘れかなと思ったんですけど、説明書的にも入ってないんで、問題ないです。はい、重ねます。はい。これちょっとね、思いっきし、隙間がないように、グッと。はい、グッと入りました。で、滑らかに動きます。いいですね。はい。で、次は、テール、周りですね。後ろ側の、どれかな？これか。55HT。で切ります。これもね、もう完全に、半完成です。もうここもね、ちょっと分かりにくいんですけど、ボールリンクも回るんで、指で回るんでね、
こういうのが、仮組みなんで、そのまま組むと空中分解を起こします。ねじロックとかだっけ、ねじロックねじロックねじロック、片付けてはないはずなんだけど、ネジロックがどこ行った？ん？おかしいな。よっ！ネジロックは一応あったんですけど、これかな。多分これ前の使ってたやつと思うんだけど、まあいっか。これがこんな感じなんで、この中にベアリングがなんかありますね。なんかベアリングがあって、カラーがあって、でベアリング、これはもう完全にあれだな、こっち組む前に入れてるんで、確認できないな。まあとりあえずバラしてみて、やっぱりね、これもネジロック入ってないんで、簡単に回ります。組み出すとね結構早いんですけど、一回止まるとね、こうなんだろう、もう1日2日組めない時があるんで、はい、こちらもベアリング入ってます。で特にシムとかは変えてないんで、シムはないんでしょうね。でこっち側もどうしようかな、ここ、ほんと仮組みにもちょっとね、限度っていうものかな、これ初心者の人組むの大変だろうな。こちらもね、芋ネジもネジロック入ってないんで簡単取れます。でこれがここまで取れるとシャフトが取れるんで、まあ新品で組んでるんでね、曲がってることはまずないんでしょうけど、ここがね、ネジがこれ外れないんですよね、こちらが邪魔して、結構これ外すな。おっと、後ろでちょっと荷崩れ。はい、これを2個外したらポテト。ちょっとここのね部分の説明がまだ先なんで載ってないんですけど、たまにねここにねシムが入ってたりするんで、多分これは入ってないかな。触った感じ、薄っぺらい、シムワッシャーが入ってないみたいです。でこれは抜けるのか、いや抜けないね、これちゃんともう押し込んでるんで、まあ、とりあえず触ってみて、ガタがなければ、問題ないでしょう。はい。で、組み始めます。なんかこれと一緒にね、なんかすごいネジの入ったものが付属されてるんですけど、これは多分さっきのギアボックスの分とか、垂直尾翼の分かな。はい、
りあえずここがね、先にもさっきのつけたらもうなんだつけられないんで、先にもこっちネジロック入れて、これがね少ししか入ってないんでね、結構出るのが最初大変なんだよな。一回出だすといいんだけど、ここはもうほとんどね組んだら外さない場所なんですよね。後ろのあのここのギアってそうそうね落ちたぐらいじゃのかけないんで、確か今回墜落したやつもかけてないはず。どこやったかな。あ、倒れた。どっか、どこやったか。あった。黒い。ギアが黒い。で、まあ、かけてないですね。やっぱしこちらのギアかけてません。でしかも黒い、今回のは赤い、どちらも赤いんで、やっぱしこの今回のね買ったやつはあれだ、改善されてるんだ、なんか新しくなってますね。よいしょ、はい、これでもう一個の方、途中でね他のことするとこっちネジロック閉めたかな、つけたかなとかね、わからんことなんですけど、多分一回閉めてるんで大丈夫でしょう。んでもって、こいつなんですけど、いやその前に、あそっか、あ先にこっちか。ちっこいやつ、ちっこいやつ、はい、ネジ、変わったか、ギアまで変わったか、リンケージのシャフトも変わってたからな。こっちが左なんで、こっち垂直尾翼が左なんで、こっちが右で、レバーが下に来るんで、こっちこういう向きですね。でベアリングが中に入ってて、ここが見えないんですよね、穴が。穴はどあったあったあった、はいはい、ここは5割か5割6割の力で締めました。これがねほんとほんと一回バラして組み直すという効率の悪さ、はい、で今度から次はねこいつ外そう。どれをしたかしてないかをね覚えないと、もししてないのがあったら悪いんで、これなんか緩まんな、なんかサイズが違った、はい、これはこっちでちょっとなくさないように、でその間にこっちを、もうこっちはやったんで今度内側の分、これもねネジロックはかかってなくて、単にちょっと強めに締まってただけなんでね。おー出すぎた。よくしょ。まあ出すぎは別にね、ここは外さない場所なんで、がっちり固まってもいいんですけど、まあ空気に触れてるとこはね固まらないんでね。
ボンドと違って。結構カメラに、ね、前にあるんでね、ちょっと見にくいっちゃ見にくいんですけど。よいしょ。んで、さっき外したやつを、ちょっとだけ、ほんと、二山ぐらいちょっとつけばいいんでね。これが後ろ側ですね。ボールリンクが下側で、まあ、ここちょっとね、頭が R になってるんでね、はい、いいかな。じゃあ閉めます。んで、ここを忘れるといけないんで、ここも先にリンクボールを、これもネジロック入ってないんでね。おっと、これ今どっちの分だった？穴が2個あるぞ。内側か外側か、どっちだ？絵的には内側かな。ちょっと前の分見てみるか。内側、前の分も内側ですね。ここも部品変わってら。これはなんか結構変わってんな。はい、閉めます。変わってる場所、このね、中側、こちら全部黒くなってます。でね、こちら、中がシルバーになってます。大きさとかは特にね一緒なんですけど、加工の仕方が違うのか素材が違うのか、なんだろう、なんか間違い探しみたいな感じになってんな。で次、ですね、はい、ネジロック漏れがないよう、入り悪いな。あら、大丈夫か。なんかやだな。ここがやだな。ちょっと硬いな。ああ、なんだい。あ、これか。あ、こっちやっぱ引っかかるな。ここが引っかかるな。あ、ここ引っかかるな。なんでだよ。はい。ぎゅっと。ほんで、今度は逆。こうやって一個ずつね、その同じ軸のところをやっていかないと、もう片方やっていくとね、やってないところで、やり漏れが、出るんで、はい。で、今ここまで行きました。で、今度この先ね、今度これプラスだ。プラス、これいいかな。
プラスでもね、相手側がね、裏がね、鉄というか、まあ、金属なんで、これもね、仮止めなんですよ、ここ隙間がね、わかるかな、隙間が空いてますね、ここ。ピンボッキだ。ね、隙間が空いてるってこと、ここゆるゆるです。簡単に回ります。ですんで、ここもね、ネジロック全く入ってないんで、プラスネジだろうと、ネジロック入れます。ここはもう別にね、ほんとこちらも緩ませる場所じゃないんで、もうガッチガチでも関係ないですね。ただここね、くねくね、ほんともう半完成なんで、くね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 とね、普通ならこの先の部品はまだついていない状態のはずなんですけど、ついてるんで、もうくねくね状態です。おお、これは。たまにね、こっちとこっちがね、同じ方向からネジが入ってた時があったんだけど、これは大丈夫か。ちょっとネジの色が違うか？ですね、こちらのネジ、普通のシルバーのネジだけど、こっちはちょっとゴールドっぽいネジがついてる。なんだ？微妙に、材質も変えてきてるのかな？550X ってできてどのくらい経つんだろうね。まだこの次はまだ販売されてないし、ね、700も今 L の V2 が最後でしょ。で、これが上。これもちょっときつく締めてただけですね。こういうのもね、たまにここにシムが、こういうところにね、シムが入ってたりするんですけど、外すときに気をつけないと、もし入ってて今度入れ忘れたらそこが渋くなるんでね。まあ、心配な方はこれでネジをね、全部一本一本油気を取った方がいいんですけど、まあ、今んとこ自分の経験からしては大丈夫です。ちゃんと締めてれば、ネジロックつけてね、ちゃんと締めてれば問題ないです。この中カラーがあるんでね、なくさないように。で、スカスカと動くようにね。んで、ここのテールローターのネジを外して、とりあえず、のけときます。今何分？お、もう24分。早くない？もう24分かよ。まだこの辺全然終わってないんですけど。そしてこのね、中のネジもね、仮組みなんで簡単に外れます。で、これが、ワッシャーと一緒に今外れたんですけど、置いといて、でね、ここは開けるとき、中にもあれがあるな。ああ、こっち止める前にこれ外せよかったな。ひっくり返さなきゃいけんや。とう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 。